パキックはね、かなり強い連携ですね、はい、そうですね前横移動するでしょうという間違いないですね、はい、早い展開でもしっかりそれを読み切っていくブリブリバル。しかし対するミストマンもですね、要所で素晴らしい動きを見せている、ね、はい、さあこれはブライアンを呼んで壁まで運んでいく。補正が切れている、見逃さない、日和らずに浮かせ技を打っていったのは素晴らしいですね。これでそしてレイジジャブを置いて、いや、はい、いい時間の使い方しますね。そうですね、非常にうまい。しかし全てを無にするライトだったがからのどうなるんだ、しつこくスイーパー、これで1対2第4ラウンド走っていく。反撃しっかりしてますね。中間距離カウンター、コンボが入る、コンボが入る、大すかし確定。出していかない、どうなるんだ、ダーマコーバー、カウンターを取るのが非常にうまい。これは決まるでしょう。おっと危なかった、まあ、もう何があるか分かんないですからね。本当にそうですね、タッグトーナメント2は間違いないです。さあそして画面に表示されているのはランランルですか。ランランルですね。お、これはまさかのブライアンボブ対決でよろしいですか。ラウンド1ファイト。さあブライアンボブ対決が展開されている。まずブリブリマルがコンボを決めているが、ブラックアウトスタンプ、これは届いていないが、サークルアッパー2発目のみ当たってしまう。距離を取って下から、おっと相打ち危ない、5分後はカウンター、有利フレーム、有利フレーム、強気に行く。ブリブルマル強気です。1ラウンド目先制、背面当たる、体をお互い触りに行こうとしないですね。クーペチョップ、さあワンローはガードできない、うまい、チェンジ狩り完璧、コンボも最後は補正切り。おっと、これは完璧すぎるタッククラッシュ対策、下段行ってバッハキック。さあブリブリマル西にとってはなんと心強い男、ああまさかのマイナス10フレームからジェットアッパー、からのグランキキャノンはしっかりガードしている。スピダッチエルボー、どうなる、距離を取って、この投げは非常に見づらい、バウンドできるか、行かずに置き攻めにフォロー、さあやってしまった、右アッパー食らってくれない、からの2発目しゃがむ準備はできている。おっと噛み合わせたフライングフィール、バウンド、
さあ全然まだわからないですよ。このレイジのボムを倒すことができるのといったところだが、そこはそうはさせないと。ブリブリまでが安定の鉄壁の守りを見せる。そして出てくるのは西。マンマンちゃんですね。さあこれは大将になるのでしょうか、西。そしてブリマルは副将。一次予選の決勝では西尾最終兵器追い詰められている形とはなっている。ワンロー壁強、バウンドもしっかりからのユイル、ユイル、これ反撃を返していく。使っている、スピナッチをしっかり入れるが、キックオフ、なんでそこでキックオフが当たる。これが関西の鉄拳は匂いというやつなのか。さあ運び、シャオリオに入るか、さあ安定コンボ、これで0対2。第5回マトドルカップ、絶対王者の強さを見せつけられている。さあしかし長打の透かし確定しっかりしている。どうなるんだ。さあ有利からノーマルヒットが続く。ワンツースマッシュ、スネークエッジ、下行かれて、さあまだまだ分からない、まさかあるのか。ワンハイからタンベン強気の選択肢、これはカカを捨ててというか同情心になってしまったが、まあ、とにもかくにもクイックガラビトンハンマーを割って1対2。スウェスマン2発目キャンセルからの確定反撃、長を抜けている。チョッピング、うわ透かし確定が最大、そしてかっこいいコンボまで入って、体力のあるブライアンが出てくる。ニッシー、ここまでか、ゲー、さすがの西の最終兵器、まずは二次予選へ進出を確定。